軽くグローブを合わせました。しかしこれが対戦の合図。いいですね。そして井上のミドル、気合入ってますね。あ、危ない危ない、いきなり出した。迎え撃つ。エイメも2人ニュートラルコーナー。さあマーちゃんとマーちゃんとの、しかし笑顔です。笑顔を見せました。レイセホー笑顔を見せるときはやばいなっていう風なんですかね。あ、そうですね。右のカウンタークロース、すごい。ポリー体を押さえていく。レイセホー今顔が揺れていました。右のロック迎え撃つ。マーカントを置かれない。ちょっとロープローか。いやー、ノリカさん、すごいですね。いきなり飛びかかってきました。おっと、いない。あの、捉える。右のロック、引いている、引いている。レイセホーが見えている。レイセホーも黙っているわけはありません。ともに剛腕、パワーには自信があります。サモアの怪人のこの復帰か、それともローマの復帰か。膝を返す、ヘッド膝、アカウント。123キロあるんですよね。剛顔面を捉えましたが、マークスも引いているが、トラックになっていた。右の空間がバッ、パンチ力ありますね。一発一発の残れはマーカントの方が上か。これで逆転しちゃいますからね。いやー、セフにとってはこういう真っ向打ちは苦しいですよね。セフトに入ってくる。レイセホーに入った。右のロックセフト、もともとクルーザー級の選手ですからね。超ヘビー級じゃないですか相手は。右ハイキック、これはやや浅い。いやでもよくあのパンチお互い腕で立ってますよね。マークハント123キロ、その体重が全て乗ったパンチ。ミノトラゴン、いやー今のは顎打ち抜きましたよ。一茂さん、はい、ものすごい対決になりましたね。佐藤選手の戦いっていうのはいつもこうですね。何かこうタイトロープなんですけどね、誰とでも噛み合うんですね。しかし一発逆転があります。お互いに一発のパンチがある。ミノフザ、はい、効いてますよ。この表情を見て湧いている。あ、でもちょっと時折苦しい表情を見せます。レイセホー、それだけパンチが効いています。すごいな。いや本当に、ね、ニュージーランド同士ですけども、やっぱりね、国内大会で意外とライバル心ありますからね。なんだかんだして、日本人の大物対決もそうなんですけど、はい、燃えるんですよねお互いに。初対決となりましたマークハント・レイセホー、第1ラウンドからすごい打ち合い。残り10秒を切っていてもまだ目が離せません。右のフック、ここでやっぱ気持ちが慣れた方が負けなんですよね。気持ちで立っている、そういう部分もあるかもしれません。右のボディ、右のアッパー、レイセホー、テクニック的にはレイセホーがうまいですけど、一発一発の重さっていうのはマークハントですね。こういう打ち合いになったらやっぱり体力というのは、大きく左右しますから、しかしレイセホーの目の前を赤いグローブが行ったり来たり、ものすごい打ち合いになっています。しかし本当にね、世界中から西野京吾はどんどん右のアッパー、レイセホーの右アッパー、マークハントの足が止まるか。いや、前に出ていく。普通の選手倒れますけどね、さっきの、ぐっと倒れませんでした。あれだけ気合いが入れたらね、プロになってまだ一度もダウンを喫したことがないというマークハント。あ、でもセホー良くなりましたよ。右のフラウンド、セホーの時間帯だ。顔面にこれだけパンチを浴びても倒れません。いや、バンナのあの強度を浴びても倒れませんでした。そうですね。ミラノックマーカント、だからもうね、レースをやっぱ一発すると重たいんで、絶対気にじゃダメなんですけどね。ミノストレート顎を打ち抜いたが、でもね、やっぱよく打ち合ってますよね。ミラノック下がりませんよ。パンチに何か向かっていきました。マーカント、マーカントすごいな。これ顔から向かってきました、あっと、しかしちょっと隙間がないか、動きが、勇者ですよね、マークハントってやっぱすごいな、勇敢なファイターです、マークハント、顔で受けてますね、ダイナック、ダイナックダブル、よく倒れませんね、すごい、顔で受けてる、顔で受けてる、
瀬戸、これはもしかするとパンチで決着、相手を倒すということはちょっと難しいかもしれません。マッカハントってすごいですね、何者かって感じですよね。まさにサモアの怪人、人間離れした打たれ強さです。本当世界にはいろいろいますよね。出てきますね、右のストレート、あー右回りになってクロスですよ。本当にクロスカウンターで入っているんですが、しかし倒れないマッカハント、出てもらいます。ブーメランクが何度となく炸裂しています。そして確実に顔面を捉えています。顔が腫れているのセフォーですね。晴らしてきたのはセフォーの方ですね。一発の重みがあります。右のストレート、クロスに打ち下ろした。なぜ倒れないんだろうですね。ノリカさん、これ倒れないね、この選手は。全部吸収してるんですか、体に何かこう全部蓄えてるような。こんな選手初めて見ましたよ。印象もあります。またね、顔があんまり腫れないですね。それが不思議ですよね。鼻血もあんまり出てないし。レイセフォーのパンチを、レイセフォーのパンチからね、ジェロムがね、こうちょうどあの福岡で一発で沈みましたね。そうですね。矢部さん、はい、どうぞ。先ほどの体操をしてしまったマイク・ベルナルド選手なんですけども、はい、ダメージはほとんど残っていない様子なんですが、はい、失望のショックを隠せない様子で、それに人が私を見せていました。体操については仕方がないの一言で、はい、胸が向かって見えたベルナルド選手、セコンド陣とともに沈黙、お見通しスタートでした。はい、次さんからのリポートがありましたが、アダム・ワットがマイク・ベルナルドをすでに下しています。決勝に先に待っているのはマイク・ベルナルドではなくアダム・ワットです。苦しい悔しい表情が伝わってきました。さあ、そのアダム・ワットと戦うのは、これでも変わらないですね、レイセフォーなのか、それともマーク・ハントなのか。もうでもね、本当にもうね、でもなんかこれね、最後の一発とかで分かんないですよ。そうですね、一発が決まりますからね。マーク・ハントのあのパンチ力を見たら、やっぱレイセフォー最後バッターの方行かないとダメですよね。おー、マーク・ハントのパンチ力、ドキャラキック、諦めませんよね、お互いね。最後まで諦めず、そして最後まで立っている恐れがしマークハント、本当にあのブレイブハートですよね。あー、立った。あー、30対29、青レイセフォー、まずはレイセフォーです。ジャッジ30対29、青レイセフォー、レイセフォーです。はい、ありがとうございます。レイセフォー激しい戦いの証、右目の下の腫れがやや気になります。谷川さん、これちょっと心配ですね。ダメージの方も残ってるでしょうからね。選手、最後の王者は敗戦。